杯。来年は本当に見本になるような、まあ、本当に自分がグッチョブあげてグッチョブもらって共に邁進していけるようにしていきたいと思います。どうもありがとうございました。新人賞になります。2019年度の新人社員の中で総合販売台数が最も多かった人に贈られる賞になります。新人賞は高弘さんです。前をお願いします。新人賞ということで、まあ、初めて、まあ、新人としてもらうものだと思うんですけど、誰でも早くやって、したいとか、まあ、そういった努力の面で、負けないぐらい、その同期の方々に負けないぐらいやってきたとは思っておりますので、来年もやっていきたいなと思います。ありがとうございます。1年先輩の国は、まあ、1年先輩やってきた経験値を半年であれば追いつくぞと言われましたけど、まあ、最後追い上げてくれたんだよね、きっとな。まさか広志とは思いませんでした。俺ちょっと立ち上がるのどうしようかな。冗談です。はい、私がいただけると思っておいて、先生おっしゃっていただいたように、28台、7台でもらえる本来賞ではないと思いますので、私自身もそうですが、やはり台数、新車、まあ、中古ももちろんそうなんですけれども、しっかり販売できるように、私も、頑張っていきたいと思いますので、皆さんも、来年またよりレベルの高い争いができるように、頑張っていきたいと思います。ありがとうございます。よろしくお願いします。何か今ちょっと間があったよな。あ、プラスよ。私の時はもう10分だね。あ、ちょっとそうだ、長くなるから。はい、ありがとうございます。おめでとう。グッズ部署に続きまして、ありがとうございました。トベさんの話だったんですけど、ここについては私と一緒に他の人がこれ以上に売れるようにしたいと思いますので、皆さんご協力をお願いします。ありがとうございます。それでは発表します。栄えある社長賞、安田君。これはひとえにあなたの平和な努力の賜物であり、他の満足するところで、よくここに入れる答えを表彰します。私もちょっと賞をもらえると思ってなかったので、今びっくりしてしまってはおるんですけども、そうですね、安田に任せれば大丈夫って思っていただけるように、日々精進していければなと思います。本日はありがとうございます。あ、皆さんお疲れ様です。お疲れ様です。はじめまして。はじめまして。私はフェイパンテと申します。金です。金。ベトナムから参りました。お疲れ様でした。お疲れ様です。私はジュイです。ジュイ。
ついベトナムから来ました。今年の5月に来ました。ミヤさん、お疲れしました。お疲れ様です。はい、私はムエキャオクエンと申します。キエンね、キエン。はい、ゲアンから来ました。こちらこそよろしくお願いします。ということで、日本締めでいきたいと思います。さあ、皆さんいきますよ。よー